飛騨の中心地高山の一日は朝一で始まります。幕府の天領であった高山では、昔の陣屋跡や中心部を流れる宮川沿いに近在の農家から運ばれてきた山の幸がいっぱい並べられます。高山のお台所はこの朝一でほとんど賄われています。そして今日の味の散歩は、この山の幸を使った山国の味、ほうば焼き、高山を代表する味です。材料はほうの葉と味噌と飛騨の長ネギだけというのが本来。今日は彩りに椎茸、かぼちゃ、ナスなどを添えてみました。高山の町は豊臣秀吉の頃、金森長近が17年間もかかって築き上げた城下町。五番の目の町並みと古い家並みから小京都と呼ばれるところ。住む人々も京都風の雅心をよく伝えていて、その風流はこの朴葉焼きにも生きています。落ち葉の頃取っておいた大きな朴の葉、その葉の上に味噌を薄く広く敷き、その中に刻みネギをのせて出来上がり。これをいろりの直火にのせて焼いて食べるだけの素朴なものですが、味噌とネギが朴の葉の香りと入り混じって味も格別。お酒の魚にもご飯のおかずにもなかなか生かす味。自在鍵といろり、歴史を伝える黒光の障子に囲まれた部屋で朴葉焼きをつまめば、遠く数百年の昔に遡る感じですね。冬の夜長は高山ですかね、奥様。